ノッコンゼロさん、始まるぜ。ラグビー最高が、はい、だからハードスケジュールすぎて、唾の飲み込み方がもうわからんようになってもう。アホな。しんど、しかも唾飲み込まへんから、息できへんから、ちょっとクラッてなってもうで。しんど、ここどこ、あ、まだ菅平。うん、そうそう。菅平、いや、空気きれいやね。いや、美味しいわ。台北君、はい。いや、リーチマイルド君。はい。嫌じゃない、うん。今日実は、歴史的、一戦が始まります。うん、あの、ラグビー YouTuber といえば、みんな、ノッコン寺田やと思ってると思うんですよ。そうなん。ちゃうの？いや、むしろ。お前自体そう思う。スパーリングで。ラグビー YouTuber じゃなかったら、お前なんなんその格好。ああ、せやんな。せやな。ラグビー好きの、東芝好きのおっさん。お、かもな。なあ、かもな、じゃないの。うんね、今日ね、はい、ラグビーユーチューバー、はい、元祖ラグビーユーチューバーと言っても過言ではありません。ああ、はい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 、超ステッパー林大成、はい、っていうねユーチューバーいてるんですけども、すごいよ彼は。俺な、一番初めに林大成ってすごい意識してたよ、うん、あ、そうなん。そう、もう登録者も人気も、うん、もう桁外れやったから俺より、はいはいはい、すごい意識してて、ずっとコラボしようって初期から言ってたけど、うん、全然相手されへんくて。あ、全力無視。全力、まあそりゃそうやわな。まあでも、まあ、向こうの方がそりゃ格上やったわけやから。そうそうそう。でも YouTube としてちょっと俺たちもちょっと成長して、うん、やっと林大成が俺らと勝負してくれると、はいはい、いやそれは負けるやろ。奇跡の、うん、奇跡のコラボでございます。ラグビー YouTuber 普通に考えて、いや見てるけどさ、うん、彼のステップ、うん、勝てる要素なんかないで。うわいけんの？リーマイベイベイ、リーマイベイベイ、リーマイベイベイつく。どういう名前？な、何のために今まで格闘技、ラグビー、筋トレやってきたと思う？動画だけちゃうぞお前。格闘技は瞬発、ラグビーはあれやこれ。どれ？筋トレはパワー。はいはいはい。もうあの時の俺ではないんだよ。今日は完全に林大成チャンネル食います。セブンズ日本代表やで。どっちがナンバーワンは決めとかな。ラグビーユーチューバー、そう、ラグビーユーチューバーとしてどっちがナンバーワンが決めとかな、うん、俺なのか果たしてあいつなのか、はいはい、彼ジャンクスポーツも出てるから。すごいなやっぱり。いやいや、だってもう本気のラガーマンや。おい、もう一回言おう。おい、うざ。俺も本気やお前。ラグビー選手としてってなってくるとちょっとやっぱりみんなほんまに認めてへん部分はあると思う。あららら、ら、じゃあ分かりました。今日じゃあ林大成をパクッと一口食べてしまってで、うん、そしてどっちが生は決めます。であいつの口から、うん、ノッコンさん、はい、すごかったですと、おほほほ言わせたいと思います。じゃあ行きましょうか。はい、あ、来てる、いてるいてる。こら林大成、お前の首取りに来たぞこれ。あいつの首を落とさんかったら俺はラグビーユーチューバーしてこれがやっていかない。この地菅平で勝負をつけるっていうのはもうこれはまさに運命。おい大成、遠いやんけ。ここめっちゃしんどいわ、ここな。もうただのデブコメントやん。そこの近いグラウンドでええやん。え70キロ痩せるか、お前。こっち150キロでやっとんねん。あんま喧嘩から入るんじゃなくて、ちょっと始めました。うわ、何このなんか紳士的な感じ。いや、もう真逆で来てる。あの、はっきり言って今あんまり、はいはい、いい印象は持ってないです、正直。おーほーほー、いや、いいんじゃないの。そっちの方がこっちもやりやすいから、ぶっちゃけ。なんか別にバチバチやるつもりなくて、僕普通になんかまあ好きになれたらいいなと思って。バカ野郎、俺はバチバチや。こんな感じなんで。俺はバチバチやぞ、言うとくけど。ええんか、あ、こっち林大成チャンネル。はい、まあそうですね、今。あ、大丈夫ですか、あの準備できてますか、林大成が俺に食われるところ。こうラグビーガチ勢多いかもしれないんで、はいはい、アンチも多いかもしれないです。この僕のチャンネル見てくれる人も好きになったらいいなと思うけど、うん、慣れないこともあるんで、うんうん、はいはいはい、そこはちょっとまあ、もうこいつのな、このなんか淡々とした喋り嫌いやねん。なんかしかもな、俺ノッコン寺田や言うてんのに、ずっとノックオン寺田、ノックオン寺田って正式なノックオン言うてきよ。そうそう、俺はノッコン。ノックオン、ノックオン、ノックオン、ノックオン寺田浩二。ノックオン寺田浩二。寺田浩二ってフルネーム言わんねん。ノックオン寺田？寺田でいいの。詳しいな。その辺も、ようわからなくて嫌いやねん。ようわからなくて、ノックオン寺田浩二で俺出してない。ノックオンなのかノックオンなのかも、寺田なのか寺田浩二なのか、こういう、淡々と話す系と思ってなかったんで。
もうちょっとなんかもうジャガジャーみたいな感じで来るのかな。ちゃんと理論があって、ちゃんと理論があってやりづらいな。ちょっと合わせてもうてるかも、はい、お前にもう飲まれてたんかもしれん。動画賞味何個か見ました、うん、何個かというか、うん、まあ結構見ました、うん、はいはいはい。でまあラグビー YouTuber みたいな感じじゃないですか。うん、そうやな。まあ、でもラグビー聞くあんまないじゃないですか実際ね。うん、でバズってるのって結構ね、あの、うん、バイオレンス系のやつじゃないですか。はいはいはい、はい。でまあラグビー YouTuber って言ってるのまあいいんですけど、うん、いや俺ラグビーのためにやってるから、うん、みたいなスタンスやったんですね。はいはいはい。まあ、僕から見たら、うん、ほんまなかなと思って。はいはい、なるほど。うん、そうやな。うん。ジャガシーは白黒つけたらお前、タン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 とお前喋ってお前。なやこいつ。嫌いやわ。食ってんわからんわ。ツイッターも俺フォローしとんのにこれフォロー返してこうへんね。どうなっとんねんこいつ。だったら俺、まあ、このタイミングでやったらコラボしたってもいいかなって。結局上から。わからへんね。俺もこいつのスタンスが。うん、そう、まあでもあの。俺な、はい、ラグビー YouTuber やってるやんか、大勢くんは違うって言うかもしらんけど、ここでナンバーワン決めな、ずっと平行線やと思うのよ。変な話、こうずっとこう林大勢なのかノッコン寺田なのかずっとこうなってると思う。彼ね、あのすごいステップ、金取れるようなステップ踏むんですよ。いやまあまあそうやわな。俺はあえてそこでこいつを潰したろう思ってるから。あ、それは認めてくれるんですね、あのステップ自体。もうそれはすごい。だってステップでもしさ負けたらさラグビークエストもあかんやん。いやまあ止められることないと思いますね普通に。カメラマンとギャップめっちゃ悪くない？どういうギャップですか？いやだって丸込め君何この子ちゃうちゃうちゃう自分の方見て自分いやうちラグビー YouTuber やんか、うん、リーチマイルドもう言うなやったらリーチマイケルよりも今人気かもしらん。ガチで思ってそうで怖い。ほんまにガチで思ってそうで怖い。ガチで思ってるよ。あのマイケルにガチ怒られしてるやろうから多分。ただの丸米くんがカメラ撮ってるだけやん。しゃもうほんまマジ行きますからね。やらせなしでガチで行きます。負けたら言ってやちゃんと。はい、そうです。ノッコン寺田に負けた林大成ですってこれから言ってや。これから。これだとチャンネル始まる前に絶対言っていかない、はいはい、それオープニングそれなオープニング絶対嫌やん。勝つまでやん勝つまで全然いいっす。いい、はい、全然いいっす。あ、うん、結構男らしいやん。やるやん。じゃあまあやりますか、ステップで。はい、OK、じゃあ用意しよう。はははは、ちょっと待ってこれ、ちょっと待って、アップいるわ。えアップいる。こうやってギューンって伸びてくるから俺もギューン動くやん、うん、ほらグーンになるから。いやもう言葉が伝わらへん。ちょっとお前ちょっと俺のやったわかるわ、やったわかるわ。あ、そういうこと。あ、そうそうそう。ギョンの意味もわかるし、うん、カッてなるな。こっち行こうやな。もう初めからでもよかったで多分。これね、いや結構ね、やつありますよこのスペースで。そりゃそうや。実際あんな15メートルとかねえから、ラグビーはふっざいわ。はーいはーいはーい、見ましたか、ノッコン寺田が林大成、日本代表林大成止めました。なんやねあいつ、口だけやな。じゃあお前でも止めるんじゃない、やってみ今の、うん、もう引退した方がええんちゃうか。もう引退した方がええぞ。どうだ、あれあれ考えてる。あ、オッケーオッケーオッケー。レベルがもうちょっと多分断然違うぐらいなかった。じゃあもうさすがに、あいつのあのあれを分かってない。グースステップできへんから、あいつもこのスペースやったら変な話。スライバースライバーイエーイ。もう一回やらせてもらっていいですか。やらせてください。泣きの1回で、あ、いいよ。なんか2枚でやろう思ったけど、やらんでええやん、もうこれやったらな。めっちゃ言うやん、みんなが多分思ってるで、ロックンできてるやんって。あいつな、あいついつもちょっと広いとこでやってて、はいはい、だからもう頭がもう得意分野のとこばっか、もうこうやってピュッてリアルなスペースや、これが、はいはい、多分何にもできない、ね、ライブ協会の方、僕やらんでください。あいつも見てください、できないんで。あれや、よっしゃ今のはエグかった。今のガチっすか。ガチ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 。さっきまで話聞いてたらなんか優しさ見せるとこあるから、その感じ来られたらめっちゃ嫌やなと思って。でもなんか正直な話、なんかあのまあガチやったけど、
一回ぐらいはみたいなとこあったよな。え？あ、そうなの。大勢ねえとこ。あ、今のは。だって俺2回止めてるから、お前1回ぐらいは抜かな無理なんじゃん。まあ、そうっすね。お前の誘導見切ったぜ、林大勢。俺わかるか、あえてお前の真ん前立ったってんねんから。ハンデやぞ。どういうこと？え？あ、そうくる？ビビってる、林大勢ビビってる、ビビってる、あいつビビってる。よっしゃよっしゃ、ほら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 。正直、両手でした今。え？両手でした。むちゃくちゃ両手。ここの第5関節ぐらいのところでタッチしたから。一回ぐらい止めた。おいおい、どうしたよ、ステップの王様。はい。ウィングっていうか、もうここのスペースやからな、実際。うわぁ、えぐいな。寺田さん。寺田浩二さん。うん。見た？足さえも外せてなかったやんな。いや、まあ普通にガチで言うと真ん中でグワーッと上がってくるやん。俺が多少動いても真ん中おるから、うん、誘導できへんのよ、俺がこっちに走っても、うん、体をこっち向かって。それ誘導できへんの、お前の技術力のなさじゃないの。タックルもタッチも両方も捉えてたもん、このスペースで。せめて片手当たったぐらいとかやったら分かるけどさ、重心外すとか何にも外れてないから。タイプやっぱ格闘技やで。いや、あかんやろ、ちゃうてちゃうて。それでこうそっち持っていくんや。おかしいって。それでこうあれやから、ちゃうね。これからお前あのチャンネルやるときに、ロッコン寺田さんに止められた林大成ですって、これから言っていかなあかん。日本代表林大成ですじゃなくて、ロッコン寺田に、ロッコン寺田にワンオンワン止められた、ワンオンワン止められまくった林大成ですから、初めてステップス練習してくれる。これから何回でもやってるけど、何回でも時間あるから。ここはオッケーオッケー。あ、じゃあ、うん、もう今までも負け認めるんで、うん、こっから3本勝負させてもらっていいですか。あ、いいよ。で、勝ち越した方の勝ちにさせてください。いいよ、2回止めたらええやな。そうっす。あ、オッケーオッケー。勝てんの？勝てろ。うざいわ、笑い方。考えすぎてた。これでも今三本勝負やからさ、これ止めやんと。まずな。オッケー。ラグビー YouTuber、 あんな簡単な誘導に引っかかるかい。大勢、いつやねんお前が抜けるステップ。今日どうしたん？体調悪かった。この姿、あ、ちょ、今日、あばら、あかんかったみたい。今日ちょっと体調悪かったみたい。体調悪かったんや。あばら、8本、9本ぐらいいってました。普通に。勝って怪我してたらかっこいいけど、負けて怪我してたら一番かっこ悪いじゃん。ほんまに、誘導できる感じがしなかったっすね。あ、なるほどね。真ん中で僕がこういったって、このままおるから。ああ、はい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 。いや、気持ちいいね、勝つって。あのスパーリングで勝つとちゃうもん。ステップで打ってる、うん、ラグビー YouTuber に勝ってるわけだから。いや、まあまあまあ、せやわな、うん。ステップ YouTuber こと、ノッコン寺田にワンオンワンで負けた林大成です。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、よう分かったな。